どうも塩水です。今回はですね、腕前 X を目指している人必見強武器ランキングを紹介していきます。まあ、ルールごとに多少ね強武器っていうのは変わってくると思いますが、その中でもね腕前低めの方でも使いやすい武器というのを紹介します。まあ、そのため癖があって使いこなせば強い武器みたいなものは除外しています。例えばチャージャーとか、まあ、リールガンとかは使いこなせば強いんですけども、まあ、多少癖があるので難しめ、難易度高めなので、そういうのではなくあくまでも誰でも使いやすいよっていうのを選んできました。まあ、強武器だから腕前 X にすぐ上がれるわけではなくて、強武器は強みがありつつ弱みが少ないという特徴があるので、その特徴を理解して強みを活かせる人が腕前 X の高みにいけるんじゃないでしょうか。逆にここで選ばれなかった普通の武器、弱武器でも、まあ、弱武器なりの強みっていうのがあるので、そこをしっかり理解できれば腕前 X という人もたくさんいるので悲しむ必要はありません。まあ、ただし弱点も多いのでそこはしっかり押さえておきましょう。まあ、選び方は腕前 X のランキングです。まあ、これで上位に入っている武器っていうのは使っている人が多くて、使っている人も多いと、解説動画とかもたくさんあると思うので、まあ、真似しやすいっていうのがありますね。まあ、なければ僕が作るので言ってください。強武器を知っておくと対策もしやすいと思うので、使わなくても知るだけでもいいと思います。まあランキング以外のところでもね、この武器使ってて強いよとか、逆に使われてうざいよっていう武器があったらね、コメント欄で教えてください。それでは発表していきます。それでは第5位はゴーニー別注、サブスペシャルはシールドとナイス玉になります。まあ、2021年10月のランキングでは使用率3位となっています。まあ、ですけども今回ねシールドが癖があるっていうところで、まあ、少し順位を下げました。スペシャルの使い方なんですけども、ナイス玉は結構集中砲火されるとすぐにやられてしまうので、できるだけ集中砲火されないようなところで壁とかうまく使って発動するようにするといいと思います。まあ、結構キルを取るのは難しいスペシャルなので、まあ、味方が戦ってるところに投げてあげるとか、まあ、そういった使い方ですかね。まあ、矢倉だったら矢倉を下ろすためとか、ここだったら足止めするためとか、まあ、そういった直接キルを狙うっていうよりも、まあ、邪魔をするというような使い方の方がいいのかなと思います。塗り能力とサブスペが結構強いですね。シールド展開して時間が稼げれば味方のカバーとかも入れますし、まあ、ピンチになっても隙間にねシールド立てて隠れるとかで時間が稼げるっていうのが強いですね。おすすめのギアはメイン性能とかですね。まあ、ジャンプ打ちのブレ軽減とかで、まあ、メイン性能を選ぶ人結構多いです。まあ、イカ速とか、まあ、よく飛ぶ人はステージャンして、まあ、シールド展開してみたいな、まあ、攻撃のパターンが作れるので、ステージャンとかを積む人も多いと思います。はい。第4位は必戦です。まあ、サブスペはクイボと、アーマーになっています。まあ、クイボでコンボも狙いやすいってところですね。クイボメインっていうので、まあ、結構敵を倒しやすい武器かなと思います。まあ、逆にメインをやって、倒せなかった分クイボを投げるみたいな狙い方もできます。まあ、メイン自体は癖があるんですけども、局者が狙いやすいので壁裏の敵とかを倒しやすく、まあ、また高台の敵っていうのも倒しやすい点でポジション不利な状況を覆しやすい武器なのかなと思います。もうおすすめのギアステジャン、イカ速、スペゾーとかですかね。まあ、アーマーいっぱい回したい人はスペゾーとか使うのもいいですし、まあ、クイボ、メインとクイボでどんどん戦いに行きたいって人はステジャン使うのはありかなと思います。まあ、結構攻めですね。必戦5人は前線張る武器なので、ステジャンでどんどん詰めに行くっていうのもいいと思います。次に第3位はデュアルスイーパーカスタムになります。サブスプラッシュボムで、スペシャルが雨降らしになっています。スライドに癖があるので、こちらもまあ一概に初心者向きとは言えないんですけども、まあ、それでもある程度射程があるのとサブスペが使いやすいというので、まあ、雨降らし投げてインク回復もすぐできる、まあ、雨降らしも攻めと守りのタイミングが分かれば投げやすいっていうところがあるので、まあ、どのタイミングで投げれば敵が倒しやすくなるかとか、まあ、雨の影響を受けやすいかとか、まあ、味方が雨に合わせて詰められるかっていうところを意識すると良いです。まあ、一方でデュアルスイーパーカスタムみたいな武器はジャンプキャンセルっていう技がまあ結構必須になってきます。まあ、これがあるとかなり、まあ、レベルアップになりますね。スライドで敵を狙うのとジャンプキャンセルをして敵を狙う、この2つができればもうデュアルスイーパーカスタムは結構使えるんじゃないかなと思います。まあ、おすすめのギアは疑似核ですかね。結構疑似核スプラッシュボムとも、スプラッシュボムのバックプラス疑似核発動みたいな使い方ですとか、雨降らしに合わせて疑似核発動みたいな使い方ができるので、基本的に疑似核を使う人が多いのではないかと思います。
第2位はスプラシューターベッチュになります。まあ、シューター系の中でも癖が少ない、まあ、寿司系ですよね。まあ、寿司コラはジェッパーっていうのがスペシャル難しいんですけども、寿司ベは丸ミサ吸盤で、まあ、かなり使いやすいスペシャルかなと思います。まあ、マルチミサイル僕もあんまり使わないでよくわかんないんですけど、まあ、正直脳死でも使ってても相手からしたら結構うざいんじゃないかなと思います。まあ、これも詰めるタイミング引くタイミング守りのタイミングで丸ミサ使えるといいのかなと思います。ボムを持っている武器っていうのは結構対面練習になる武器だと思っていまして、まあ、ボムを使いつつメインで対面有利ボムを使って、まあ、相手の行動を制限してメインで倒しに行くというような戦い方ができます。まあ、例えば壁一つあるとして左側に吸盤投げて、まあ、敵は右に来るって予測できるから右からメインで倒しに行こう、まあ、これが一番基本的かなと思うんですけど、まあ、こういったものをこういった戦略的なあの詰め方ができる武器なのでボム持ちの武器っていうのは、まあ、それであって機動力も高いというところでスプラシューターベッチュ結構おすすめですね。寿司部のギアとしてはメイン性のアップでブレを軽減したり、イカ速のアップで機動力強化して、まあ味方のカバーに駆けつけたり、敵に早く詰めるというような使い方ができたり、まあ、またですねステルスジャンプと、カムバックを使って、まあ、復帰しまくって敵をなぎ倒していくっていう使い方もできますね。まあ、そんな復活時間短縮のギアとかつけても面白いと思います。はい、1位は NZAP85 クロザップですね。まあ、これも癖のないシューターで、まあ、シャープマーカーにちょっと近い感じ、射程でいうとシャープマーカーとかに近いかなと思います。まあ、スペシャルもアーマーで連動がほとんどいらないと言っても過言ではない。まあ、相手の味方の枚数意識とかができると強いんですけども、まあ、それでなくてもアーマーは結構恩恵を受けやすいので、味方が恩恵を受けやすいんで、まあ、結構バンバン回しちゃってもいいのかなと思います。まあ、難しいのは味方が潜伏している時のアーマーっていうのが少し難しくて、まあ、アーマーによって潜伏位置がバレちゃったみたいなこともあると思うんですけど、それも意識できなくても結構強いスペシャルだと思うんでバンバン使っていくのがいいかなと思います。まあ、先ほどの寿司部と一緒になるんですけど、ボムっていうのは索敵にもキルにも自分の動きに合わせて狙っていけるのでとても強いですね。吸盤ボムになるんですけどもとても強いです。まあ、塗りも強いので塗ってアーマー吐くだけでも強いですし、一方で塗り固めてキルを取りに行くっていう動きも簡単にできるので NZAP85 は結構強いと思います。おすすめのギアは一足なんですけども、まあ、一足つけるとエイムがすごい難しくなるんですね。なのでここは要練習です。まあ、特に試し撃ちでカニ歩きしながら、まあ、的に当てるっていう練習は一応やっといた方がいいと思います。はい、ここまでがランキングになります。まあ、その他のついでに情報で言っておくと、使用率ランキング10月です、2021年10月の、使用率ランキングでいくと、ボトル、クロザップ、ゴーニーベッチュー、スシコラ、スシベ、ヒッセン、ジェッカス、デュアカス、スプラローラー、カローラデコとかになってましたね。まあ、今回はあくまでも腕前 X 未満の人が使いやすい癖のない武器っていうのを選びました。まあ、意外と初心者にもおすすめなので立ち回りのおすすめで、まあ、立ち回りの基礎とかを身につけやすいんですよね。まあ、弱点がない分弱点を気にしないで立ち回れるっていうのと、まあ、あのサブスペの相性がいいので立ち回りの基礎も身につきやすい武器なのかなと思います。今回の動画は以上になります。普段は無印プライムのガチマ動画とか、まあ、2週に1遍ぐらいこういった情報系の動画を出していこうと思っています。参考になったって方は高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。